皆さんこんにちは。まず怖いほど当たるツイン霊鑑定についてご紹介していきます。私だけでなく、たくさんのツイン霊を出会わせ、復縁まで導いている凄腕占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは、業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが初めての方は不安になりますよね。そんな方のために初回キャンペーンとして私の概要欄にあるリンクから入ると特別20分無料や3000円分無料など多くの特典を用意していただきました。本物のツイン霊と結ばれたい方は、ぜひ信頼できるプロの方に頼ってみてください。あなたは夜中に何度も目が覚めてしまい、ぐっすり眠れない。そんな経験はありませんか？もしかしたらそれはあなたの魂からの重要なメッセージかもしれません。今回は夜中に目が覚めてしまう根本原因を7つご紹介し、その理由をスピリチュアルな視点から詳しく解説していきます。ぜひ最後まで見てぐっすり眠れるように対策をしていきましょう。1、陰陽のバランスが崩れると、東洋医学では私たちの体には陰と陽、2つのエネルギーが流れていると考えられています。この陰陽のバランスが崩れると、心身ともに不安定な状態になります。特に、日のエネルギーが過剰になると、夜中に目が覚めやすくなります。日中の過剰な活動や心配事、頭を使いすぎることが原因で、夜になると日のエネルギーが落ち着かず、体が休まる時間になっても、興奮状態が続いてしまうのです。その結果、深夜に目が覚めてしまうことが多くなります。また、逆に影のエネルギーが不足している場合、夜の時間にしっかりと休息を取れず、浅い眠りが続くこともあります。これらの時間帯に目が覚める理由には、身体的な問題だけでなく、スピリチュアルな要因も関わっています。例えば、夜中に目が覚めることは、霊的なメッセージを受け取っているサインかもしれません。私たちは夢を通じて、霊的な存在からのメッセージを受け取ることがありますが、そのメッセージがあまりに強い場合、私たちは目を覚ましてしまうことがあります。特に、亡くなった家族や先祖からのメッセージが強く現れることがあるので、夜中に目が覚めた際は、夢の内容やその時の感情を振り返ってみることが重要です。2、スマートフォンやテレビなどの光、特に最近では、スマートフォンやパソコン、テレビなどの光が原因で、私たちの体内リズムが乱れていることが多いです。寝る直前まで、ブルーライトを浴びることで、私たちの体は昼間だ、と錯覚してしまい、日のエネルギーが過剰に働いてしまうのです。その結果、夜中になっても体がリラックスできず、眠りが浅くなってしまうのです。夜中に目が覚める理由の一つに、現代のテクノロジーが大きく影響していることを忘れてはなりません。私たちは便利で快適な生活を手に入れた代わりに、自然のリズムから離れてしまっているのかもしれません。寝る前は、できるだけ電子機器から離れ、心を落ち着かせ、リラックスする時間を持つようにしましょう。3、加齢によるもの。人間は、加齢とともに、眠りの質が浅くなる傾向にあります。祖父母が、早朝に起きていたのを、見たことがある方も多いのではないでしょうか。高齢者になると、睡眠から覚醒までのスパンが短くなっていくのです。つまり、加齢によって夜中に何度も目が覚め、その後寝つきが悪くなることがあります。ただし、老化の進行に伴う中途覚醒は自然現象なので気にしすぎる必要はありません。極度の疲労で体を壊さない限りは深刻に受け止めすぎないようにしましょう。4、ストレス。一般的に睡眠時は体をリラックスさせる副交感神経が優位になります。ですが、ストレスは交感神経を優位にさせるため、自律神経のバランスを崩して、睡眠の質を下げてしまいます。さらに、ストレスによって、コルチゾールなどのストレスホルモンが過剰に分泌されることで、睡眠の質が低下し、途中で目が覚めやすくなるので、注意が必要です。最初はストレスで眠れなかった状態が、次第に眠れないことがストレスとなることもあります。眠らなくては、と、プレッシャーや不安に感じることで、眠りが浅くなり、悪循環に陥ることもあるので、就寝前はリラックスするように心がけましょう。5、高血圧や肥満糖尿病によるもの。高血圧や肥満、メタボリックシンドローム患者は、中途覚醒しやすくなります。なぜなら、高血圧により交感神経が優位になり、緊張興奮などしやすいからです。また、息苦しさなどの症状も不眠を招きます。肥満が高血圧を呼び、中途覚醒につながります。運動食事などで肥満の解決をしていく必要があります。また、糖尿病も中途覚醒の原因になるため気をつけましょう。理由としては、糖尿病にかかると喉が渇きやすく、水分補給の頻度が上がるからです。そのため、夜中にトイレに行く頻度が増えるため、中途覚醒しやすくなります。いずれも、生活習慣が原因になるため、事前に防止するように努めましょう。6、飲酒や薬の服用によるもの。アルコールの摂取は、すぐに眠れるイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。しかし、実はアルコールによる眠気は、一時的なもので、深い睡眠が取れていません。なぜなら、アルコールの効果が切れると、脳は逆に興奮してしまうからです。そのため、飲酒後に寝つけても中途覚醒しやすく、睡眠の質は好ましくありません。また、アルコールの利尿作用で、尿意を感じて覚醒しやすくなります。あくまで、お酒を楽しむという目的で、アルコールを取りましょう。薬の服用でも、不眠症の原因につながるため、注意が必要です。薬を服用する場合は、必ず、医師や薬剤師に相談しましょう。だな。長すぎる昼寝、午後の短い仮眠は、その後の作業で眠気や疲れを感じにくくなるなど、いい面もありますが、問題となるのは、長すぎる昼寝です。30分以上眠ると、徐波睡眠。脳を休める最も深いノンレム睡眠に入りやすく、そうなると夜の徐波睡眠が大幅に減って、レジャースリープ、夜のまとまった睡眠の質が悪くなってしまうのです。昼の仮眠は2030分以内にとどめるようにしましょう。また、昼寝は遅い時間にするほど、レジャースリープへの影響が大きくなります。仮眠をとるなら、15時までにしましょう。今回は夜中に目が覚めてしまう根本原因を7つご紹介しました。夜中に目が覚めるということは決して悪いことばかりではありません。それはあなたの心や体があなたに何かを伝えようとしているサインかもしれません。夜中に目が覚めた時はそのサインに耳を傾け自分自身と向き合ってみましょう。この動画があなたにとってより良い睡眠を得るためのヒントになれば幸いです。チャンネル登録&高評価をお願いします。